そうなんで、前から月の話が出るから強化大事です。強化すぎる。チンチャイタヒル。チームになじみ。ゲームニュースに関係してあります。グレイ、スティーブ。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとね。お願いします。すいません、どうですか、ちょっとユニコム始めてきてみて。俺は青好きなんで。お、確かに高校時代。はい、高校も中学も小学校も割とずっと青だったんで気に入ってます。着心地はどうですか。 いいっすね。お、はい、25番選んだ理由とかってあるんですか。なんか全然タイプ違うんですけど、中村俊輔選手とか、遠藤康史、鹿島の遠藤康史選手とか、左利きの25番って、ちょっとかっこいい。タイプ違うんですけど、全く。ちょっとそれで。似合う。はい、じゃあ行きます。その感じで行きます。あ、いい感じ、感じ、あ、めっちゃいい感じ。行きます。はい、行きます。ちょっとだけなんかこっちはこう、あ、そう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 。で、こっちの青にもちょっと倒してほしい。あ、そう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 。青、OK、OK、OK、ありがとう。はい、行きます。はい、行きます。もう一枚OK です。いい感じじゃない。めちゃくちゃいい。はい、もう一枚いきます。はい、最後。はい、 OK です。どうぞ、その感じで。はい、じゃあいきます。いきます。で、笑顔でこっち向く感じで。はい、じゃあいきます。いきます。いきます。もう一枚 OK です。終わりで す、 すごく強度が高くて、コミュニケーションも監督含めて撮ってますし、すごいいい雰囲気でやってたんで、すごい楽しく入れました。すごい綺麗だし、ご飯もなんかすごく美味しくて、思った以上な施設だったんでびっくりしました。
まあ、結果にも出てる通り首位のチームですし、すごい内容が良くなくても勝ち点を拾ってますし、すごい手堅いチームだなっていう印象があります。まあ、縦への推進力だったり、そういう攻守に激しくいくところは自分の特徴だと思うので、そこを見てもらいたいです。杉か、まあ、杉ちゃんでも杉ちゃん、はい、まあ、大輝って呼んでくれる人もいるので、杉か大輝でちゃんとか任せます。まあ、谷は湘南の頃からも仲良くて、ここ来るまでも一般で連絡を取ってますし、はい、練習後は庄司選手と話しているところとかも見られたんですけど、はい、まあ、直接はやったことはないんですけど、アントラーズいたりして、なんか共通のところがあったんで、すごく話しやすいというか、まあ、いろいろ聞いてますし、そこは学んでいければいいかなと思ってます。まあ、ゴルフとかもやってたんですけど、まあ、子供が2人になったんで、なかなか行けず、まあ、今子供と遊ぶことがオフは多いです。はい。イチゴですかね。子供も大好きなんで。中島はスキマスイッチです、ね、おすすめの曲、まあ、全力少年とかそういうベタですけど、はい、好きです。間違いなくやっぱ J1 優勝を狙える立ち位置にいるので、そこに自分の力を注いで、やっぱそこを最大限に意識してやりたいなと思います。夏の加入になりますが、早くチームに認めてもらえるように頑張るので、熱いサポートと応援よろしくお願いします。